あーやりやだーでもやばいかも難しい本当に疲れちゃいました。こんにちは、ちかです。ということで、久しぶりにですね、我が家で動画を撮っています。本当はね、やっぱりもう少し山にも出かけたりしたいんですけれども、現状を見るにちょっとそういったのも自粛していった方がいいのかなというふうに思っております。まあ、じゃあね、どうしようかなって考えた時に、あまり紹介できてないものをちょっとご紹介していこうかなというふうに思いました。登山の道具であったりとか、あとはまあ、カメラとかですね、そういったものについてもちょっとご紹介の方できればいいなというふうに思っています。で、今回ですね、紹介させていただくのは何かと言いますと、今回は雲台のお話になります。あんまり、ね、カメラ興味ない方だと、いや雲台ってなんだよって感じだと思うんですけれども、この後にですね、実際外で使っている映像等もちょっと入れていきたいなと思っています。まあ、その中で、自然の風景ってのも少し出せればなと思っていますので、ご覧いただけますと幸いです。はい、ということで、ちょっとこういう風な感じで、席をお借りしています。ちなみにここはですね、我が家から、まあ、30-40分ちょっと山の方に行ったところにある、まあ、遊歩道みたいなところですね。あまり人もいなくて、まあ、割と静かなので結構私は来たりしています。今回ご紹介したい製品はですね、こちらになります。はい、じゃん。ということで、こちらですね、レオフォトというメーカーの、ツーウェイ雲台、VH30 というものになります。雲台って何かと言いますと、こちらですね、私がメインで使っている三脚、まあ、同じレオフォトというメーカーの、LS324CEX というものになります。で、雲台どうやって使うかというと、この上の部分ですねに、これをまあ、大体ネジ切ってあるんで、こうくるくるくるっとやれば入ります。入れてあげるというような感じですね。で、ここのところに、まあ、こういうカメラですよね、カメラを取り付けて、でこういうふうな感じで使うと、まあ、要はカメラを、取り付ける部分でもあるんですけれども、同時に、三脚を固定した後に雲台部分で、まあ、構図であったりとか、まあ、水平を出したりっていうのをこう調整するっていうような感じですね。まあ、三脚っていうのはこの足の部分とさらに雲台の2つのパーツで構成をされているような形になります。で、今回ご紹介するこちらの VH30 というものは、ツーウェイの雲台になります。ツーウェイって何かっていうと、稼働できる部分っていうのが限られていまして、まずは、こちらパン方向ですね。このパン方向 1動くから1ウェイみたいな感じなんですかね。で、あとは、このチルト方向、前上下ですねに前後方向に動きます。で、これでまた1ウェイ、なので 1+1=2ウェイ、2ウェイというふうになっています。このモデル実は、2種類ですね、発売されています。1つが私が手元に持っている、VH30R ですねという製品で、もう一つはじゃん、はい、こちらノーマルの VH30 というモデルになります。いや、もうパッと見どっちも同じだよって感じだとは思うんですけれども、違う点はこの上のクランプの部分ですね。ちょっとこっちのカメラに映します。はい、どうでしょうか。こっちが VH30R で、こっちがノーマルの VH30 ですね。そう、わかりますかね。上がパノラマクランプになっているのが VH30R で、ノーマルのクランプのものが、VH30 というふうになっています。どっちがいいかっていうのはですね、 VH30R の方がいいです。まあ、理由としてはですね、このレバーを回すと、こう
チルト方向に移動できるわけなんですけれども、このレバーがなんと、ここ分かります？これそう干渉しちゃうんですよね。なのでここまで来たらまた、まこれ一回引いて回さなきゃいけないっていう、これねちょっとね辛いかなと思いますね。うん。で対する、まあ、VH30R の場合は特にそういったことがないんですよ。まあ、理由としてはこのパノクランプがあの360度方向に回るので、そういったことは全くないです。はい、ということでですね、ちょっと早足なんですけれども、ここまでまずこの VH30 という運台についてご紹介させていただきました。ね、結構人が、思ったよりも人が通ってちょっとね恥ずかしいですね。ちょっとこの商品紹介っていうのはここまでにしておいて、ここからは実際に、ちょっと写真を撮りに出かけたいなと思います。では、ちょっと場所を変えたいと思います。移動します。よいしょ。はい、ということで、まず最初の目的地ですね、到着しました。ここは分かりますかね、何か。はい、ではですね、ちょっと一旦車を止めさせていただいて写真を撮っていきたいと思います。はい、ということで、分かりますかね、ここ、ここはですね、割と有名な場所だと思うんですけれども、東海道新幹線が走っているところになります。でね、線路がね、こうずっとまっすぐになってるんですよね。で今回はですね、ここで、先ほどの雲台 VH30 を使って、新幹線の撮影をしてみようと思います。はい、ということで、ここからですね、新幹線を撮っていきたいなと思います。で、今回はですね、α7R4 に、100-400 の G マスターレンズですね、これをつけて撮っていこうかなと思います。はい、ということで、こんな感じで設営してみました。でですね、まあ、このまま撮ってもいいんですけれども、 VH30 には特徴がありまして、ここに2箇所ネジ穴が切ってあるんですね。でこれ何かと言いますと、これ付属してくるんですけれども、このパンニングの棒をつけることができます。まあ、これをですね、今回右にしてみます。右にこういうふうにくるくるくるって回して入れてあげると、分かりますかね、これでロック解除するとこういうふうな感じで操作ができるんですね。なのでこう新幹線がこう来てもこういうふうに狙える、こんな感じで割とスムーズに動きます。ただビデオ運台みたいに戻ろうとする力っていうのはないので、動きとしては、まあ、かなり忙しくはなりそうな気はします。ここからちょっとビデオを撮っていきたいと思います。こう新幹線が動いているのを、まあ、カメラも合わせてこう撮っていくような感じを狙ってみたいと思います。キャキャキに来るよね。踏切とかないからしょうがないか。急に来ますね、新幹線。スムーズすぎて、その新幹線の動きに対して自分がこう同じように動かすのがちょっと難しいですね。この辺持ちながらだったらいいのかな。多分ここだとね、ちょっと力の加え方がかなりシビアになります。こういう風に持った方がいいのかもしれない。次はちょっとこっちに手を添えてやってみたいと思います。来た、来た。ああ、やりやだ。でも、
難しい難しいなこれすごい難しいぞ。はい、ということで、まあこの VH30 使ってですね、動き物ということで新幹線を撮ってみました。まあ私の技術不足っていうのもあるんですけれども、なかなかコントロールが難しいなというような印象です。まあビデオ運台ちょっと高いんですけれども、まあ、こういう 2way をあえて導入してみて、写真を撮るときも使えるし、ビデオも撮るときも使えるみたいな感じで、使ってみるのもまた一つの手じゃないかなとは思います。あとね、やっぱりレベリングベースがあった方がいいかなとは思いますね。これを使うのであればレベリングベースありの方がいいんじゃないかなとは思います。では場所をまた移動したいと思います。どうしようかなと思い伊豆まで来ました。ただですね、伊豆に来た途端ご覧のように雨に見舞われています。お天気晴れなんだけどね、仕方がないので、ちょっとですね、雨が止むのを、まあ、車の方で待ちたいと思います。はい、やりました。あのあとすぐですね、なんと雨が止みました。ラッキーですね。ではですね、ここで写真を撮っていきたいと思います。あ、いい感じですね。これから写真の方を撮っていきたいなと思います。で、ここからはですね、レオフォトのLS324CX、 私がいつも使っている三脚に、この 2way 運台 VH30R の方をつけて、写真を撮っていきたいと思います。まあ、基本的に 2way なんですけれども、まあ、私はレベリングベースでですね、パンとあと水平の方を調整しますので、ここでは、チルトの方だけを操作して、使うような形を想定しています。すげえギリギリわー、やばいかもやばいかもやばいかも、はい、こんな感じですね。で、レンズそしてでは、操作してみたいと思います。パン、そうですね、プレイですね。でまずですね、フリクション解除して、ああなるほど、フリクション量に応じて、まあ、滑らかになるというよりもちょっとロックがかかって若干こうガタつきながら動くような感じです。で完全に止めると、このようにロックされます。で、こちらで、まあ、緩めて狙うという感じですかね。なるほどですね。そうか、パン操作が2箇所でできるのか。ここと、わあ、あとクランプでもできるんですね。まあクランプでできるのはパノラマ撮影の時に使えるのでいいと思います。写真となるとやっぱり 2way よりも私は 1way の方がいいかなと思います。こういうねレベリングベースがついているものであれば。レベリングベース緩めればこういう風に動かすことができるので、個人的にはまあワンウェイのものも出てくれれば嬉しいかなとは思います。はい、では ND64 ですね。 ND64 使ってきます。よいしょ、入るかな、入ったね。では撮影していきます。わー
はい、すいません、ちょっとですね、ここからは写真の方に集中したいと思いますので、一旦動画の方を止めさせていただきます。ちょっとお待ちくださいませ。はい、ということでですね、今回は、まあ、1日写真を撮りに出かけてきた様子と、あとこのレオフォトの、2way 雲台ですね、VH30R という製品について、ご紹介の方させていただきました。で、まあ、詳しくはですね、ブログの方にもまとめてありますので、よろしければそちらの方もご覧ください。私としては、非常に多機能でいい雲台かなとも思うんですけれども、まあ、使い方次第では本当にいろいろ野鳥であったりとか、あと運動会とかもですね使えるかなと思うので、非常に、いい雲台かなと思います。ただ使うのであれば、やはり水平出しが容易になるレベリングベースがあった方が、使いやすいんじゃないかなと思います。ということで、1日ですね、動画も撮りつつ写真も撮りつつっていうのを初めてやってみました。疲れましたね。本当に疲れちゃいました。できればね、どっちかの方がいいんだけど、やっぱりこの方がいろいろ、まあ、ブログで見えない部分っていうのも皆さん、見ていただけるかなと思うので、今後ちょっと頑張ってこういう風な方式でやっていこうと思います。では、今回も動画をご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。